皆さんこんばんまる、ああいえばまるまるです。今回取り上げる事件は、深夜に女子中学生が友人とコンビニに行った帰り道、不審な男に声をかけられて連れ去られた事件。もし彼女たちのコンビニに行く時間が少しでもずれていたのなら、もし事件現場で立ち止まっていなかったら、犯人にも遭遇せず事件は起きていなかったかもしれない。偶然というものは時にありえないと思えるほど重なることがあります。私の経験ですが、人生で一度だけ早朝に綿棒で耳掃除をしながら外を歩いていたことがあります。その時、手を滑らせて綿棒を落としたので拾おうとすると、全く同じ綿棒が2つ隣り合って落ちていて、どちらが自分のか分かりませんでした。たまたま自分と同じ日、同じ場所で綿棒を落とした人物がいるという偶然。未解決事件の中にはありえない偶然が重なったものが多々あるのかもしれません。1991年10月26日、千葉県に住む佐久間奈々さんは同級生3人と自宅でお泊まり会を開いていた。奈々さんは13歳の中学1年生、身長152センチ、体重42キロ、左目尻にほくろがあり、年齢よりは大人びた雰囲気がある、近所でも評判の美少女だった。家族構成は母親と祖母がいるが、事件当時母親は夜間仕事のために家にはいなかった。日付が変わった27日、お腹が空いたため買い出しに行こうとするが、自宅周辺にあるコンビニは23時で閉店するため、約4キロ離れたコンビニまで自転車に乗って出かける。買い物を終えた帰り道、台風の影響で倒れた木に、奈々さんの自転車が車輪を取られて転倒してしまう。その場所でしばらく4人で談笑していると、不審な男が通りかかり、奈々さんたちのそばを通り過ぎるが、すぐに振り返って彼女たちの元へ歩み寄り、声をかける。ここで何をしている？16歳未満が11時以降外を出歩くと犯罪になる。普段は警察に連れて行くが、今日のところは話を聞くだけで許してやる。そして奈々さんを指名して、代表でついてくるように指示する。他の3人の友達には、帰れと言い、奈々さんを細い小道に連れて行こうとする。友人の一人が、奈々さんの自転車をどうするのかを尋ねたところ、男は後でトラックで運ぶと言い、奈々さんと共に姿を消す。この時点での時刻は、午前1時前後。ここで車ではなく、あえてトラックというワードを出していることから、犯人が実際にトラックを所持している可能性は高いと思われる。友達3人は男に言われた通り、奈々さん宅に帰宅するが、家の鍵がなかったこともあり、家の前で奈々さんの帰りを待つことにした。午前3時ごろ、1時間以上経過して不安になっていたところに、同級生の男子2名が通りかかり、帰り道で起こった話をする。そこでやはりおかしいということになり、それぞれの親たちに連絡。連絡を受けた保護者たちは、奈々さんを手分けして探すが見つけることができず、午前4時20分ごろ、警察に捜索願いを出す。しかし、現在まで佐久間奈々さんの行方は分かっていない。考察を始める前に、この事件で寄せられた3つの目撃情報と犯人像を整理しておく。1つ目は、午前1時30分ごろ、車を運転している人物が、杯交差点で目撃。二つ目は、午前2時過ぎ、モノレール千代台北駅付近での目撃情報。三つ目は、午前4時ごろ、千代台付近での目撃情報。奈々さんを連れ去った犯人は、50歳前後で、身長は155センチと、成人男性にしてはかなり低く、一緒にいる奈々さんは、地元で話題の美少女。この二人の組み合わせを、まず見間違えることはなく、目撃情報の信憑性は高いと言える。まずこの事件で疑問に思うのは、目撃情報2から目撃情報3までの空白の2時間。犯人が奈々さんと出会った場所まで徒歩で来たということを踏まえて考えると、千代台よりさらに遠いところに歩いて行ったとは考えづらいし、その時間にもし犯人が家に連れ込んでいたとしたら、その後口封じのために外へ連れ出すということも考えづらい。空白の2時間、二人は一体何をしていたのか。この事件の見立てで多いのは、犯人が奈々さんを連れ去った後、どこかへ連れて行き、殺害するなどしたというもの。しかし、いくら奈々さんが怯えていたとしても、
ある程度一緒に歩いていると気持ちもある程度落ち着いてくる。もし家に連れて行かれて襲われたとしても恐怖で無抵抗のまま殺害されるということはまずないのではないか。犯人と奈々さんの身長にそれほどの差はなく、年齢差を考えても必死の抵抗で返り討ちも考えられる。目撃情報はあるものの、女性の叫び声を聞いたという情報がないのも不思議だ。連れ去ったのはこの男だったかもしれないが、果たして奈々さんが帰ってこないのもこの男のせいなのだろうか。目撃情報2の場所から目撃情報3の場所まで歩いて15分もかからない。犯人が奈々さんを連れて行こうとした場所がこの辺りにあるとしても、2時間近い時間をどこで何をしていたのか。犯人としても目的もなしにふらふら歩くのは目撃されるリスクがあり、途中で奈々さんに不審に思われて逃げられてしまう可能性もある。連れ去られてから最後の目撃情報まで2時間半、ずっと歩いていたのなら奈々さんが不審に思い逃げ出そうとしたり、目撃した人物に助けを求めた可能性は高い。普段から運動をしている10代の逃げ足に50歳前後のおっさんが簡単に追いつけるはずもなく、怪しまれないうちに家に連れ込む、それが犯人の取ったであろう合理的な行動ではないか。午前4時の目撃情報についてだが、目撃者が奈々さんたちを目撃したということは、奈々さんも目撃者が視界に入っていたということになる。もしそれまで散々連れ回されていたのなら、助けを求めて目撃者に駆け寄ることもできた。先にも述べた通り、逃げ足でおっさんに分があるはずもなく、ナイフなどで脅していたとしても、とっさに駆け出した少女に対してはどうすることもできないだろう。最初の出会いから3時間ほど経ったこの時点で、奈々さんはこの男が悪い人物と思っていなかったのではないか。ここで犯人が奈々さんをまっすぐ自分の家に連れて行ったと考えてみる。犯人が千代台付近にある家に奈々さんを連れ込んで話すなどして1時間半ほどそこで時間を過ごす。もしかしたら若い女の子と会話をしたかったのか、きつい言葉を浴びせてストレスを発散したかったのかもしれない。その後犯人が奈々さんを家に帰そうとして止めてあるトラックの場所まで歩いているのを目撃されたのなら、空白の2時間と逃げ出さなかったことや助けを求めなかったことの説明がつく。しかし家に帰そうとしたのなら、なぜ奈々さんは見つからないのかという疑問が代わりに湧いてくる。最後の目撃情報が奈々さんを送り届けようと一緒に歩いていたとして、犯人のトラックが置いてある場所までの道でもう一人の人物 X とすれ違っていたとするとどうだろうか。見るからに親ではない男と一緒に歩いている美少女、しかも深夜の4時過ぎ、やましい気持ちがなくても興味から思わず声をかけてしまいそうなシチュエーションだ。お前たち、こんな時間に何をしているんだ。こんな風に車で2人を見かけた X が声をかけたとする。そこで犯人と奈々さんが出会ってからの話を聞いたのなら、この X はどう思うだろうか。補導員だとしても家に連れて行くのはおかしい。明らかにこの男は犯罪者。ここで犯人の立場になって考えてみる。犯人が奈々さんに対していかがわしいことをしていなくても、やましい気持ちは持っていたのは事実。そうなれば立場の悪くなった犯人はその場から逃げるしかなくなる。犯人は家に帰ってから考える。奈々さんから自分の話を聞いているかもしれない。嘘を言って家に連れて行った。誘拐になるかもしれない。そう考えた犯人はすぐにこの土地を離れてどこかへ逃げていった可能性がある。そしてその場に残された X と奈々さん、助けてくれた X が送っていくと言ったのなら、信用して X の車にあっさり乗ってしまうだろう。最初は家に送っていくつもりだったかもしれないが、自分の車に乗せているのはアイドルになっていてもおかしくない美少女。魔が差して彼女を自分のものにしたいと思っても不思議ではない。そのまま親切に家まで送るふりをして自宅や人気のない場所まで連れて行ったとも考えられる。最初の男に出会ったのも偶然なら、もう一人さらなる凶悪犯に出会う偶然もあるのではないか。もし目撃情報とは別の人物が奈々さんを連れて行ったとすれば、いくら手配書の犯人を探したとしても事件が解決することはない。長く未解決のままになっている事件は新たな視点で考えていく必要があるのかもしれない。
この事件の教訓ですが、知らない人に何か言われて不審に思ったのなら、その場で警察の指示を仰いだ方がいいのかもしれません。夜遊びしていることに負い目を感じてしまうかもしれませんが、大体の警察官はそんな程度で激怒せず、それより何より心配してくれるはずです。今回の事件当時には携帯電話はありませんでしたが、現在ならおっさんに来いと言われても、その場で警察官や保護者に電話をすれば、事件に巻き込まれることはなかったかもしれません。この動画は以上になります。よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご覧くださり、ありがとうございました。